ちゃんと言われた通りのことをやりましたっていう証明だし、一度やった、やってしまった間違いを二度としないための保証であるし、あと、なんか、入ったことは正解とか、そういった時の、まあ、保険である。そのために、という、基本的には自分の身を守るために、テストというのは入ってあるんです。で、まあ、そうした時にですね、まあ、クリアしたので、バランスが良かったと。僕は正直、他の言語はあまりよく知らないんですけど、あれはもう本当にテストインフラに力を入れてですね、特にもまさに先ほど言った C 版とかにモジュラルという人だと分かってもらえると思うんですけど、もう頼んでもいない世界中の人が C 版にあれがモジュラルをテストしてくれたりですね、いろんなもうフィードバックが
けるんだろうって、なんかそのまま行くでしたりとか、いろいろあって、くだるなことが多いんですけど、そういうのをどうにかするために、やっぱりこの辺りをこう、持続したいんです。で、やっぱりです。で、まあ、せっかくその、テスト委員会がいろいろ揃っているワードを使って、我々使ってるので、それでテストを考えると、やっぱりまず、この審判家というのが大事で始めていただきたい。審判家っていうのは、要は審判に上げるときの、ファイルのレイアウトの形っていうのなんですけども、まあ、それを使うことによって、そういう形に、対応することによって、言語についてくるツールとかの多分いろいろ使えるようになって、みんなとお得だよねって言いますね。まあ、要はこういうメンバーっていうのが、ビッグアップキーとかあって、で、こういう手順を踏める形になってればいいよって、それだけです。で、この中の面接。もう先ほどのこの3つのステップを踏めるように、もう本当にこれが単純な話なので、やってしまえば、メールテストに自動的についてくる機能です。何も新たに書き起こす必要はありません。というのも、その先ほど言った T という、この T デリトリーという中に入っている、このテストファイル、この辺をもう自動的に全部実行するようになっているので、もう本当にテストを書くだけで、あとは走らせるのは、自動的に走らせるとか、そういうのは自分で何かを消す必要ないからですね。この T ファイルは、ただ普通のバイセットで、あとはそのテストを書く試験モジュールを使って、テスト書いていこういけばいいんです。で、基本はこれだけ。モジュール、芝モジュールの中身とかを見ていただく場合があったら、もう常に知ってるかと思いますけど、本当にすごい単純に何個テストを走らせたいかっていうことを宣言して、あとはこのテストは、この値は OK なものと OK なものっていう、それをもうずらずら書くわけです。もっといろいろテストを書けるので、とっても楽ですね。で、まあ、もちろん、これだけだとテストを書くにしてもちょっとシンプルすぎて、他にもいろんなツールとかがあるので、まあ、その辺は状況に応じて参加します。で、CPAN 化するときにですね、よく見るテストみたいなのがあって、例えば、そもそも、モジュールが、パール解析士の構文のチェックに通るのかというところとか、一番基本的なことができるのかとか、あとは、ドキュメントに間違いがないか、ドキュメントがちゃんと全部、ゾンビのミスをカバーしてるかとか、あと、これ最近なんか言ってますけど、クリティック、パールクリティックっていうそのパールの書き方そのものに対してチェックを行っている。公文以外の、例えばスタイルとか、その括弧をどこに置いたとか、あと、この変数が伝わった内容とか、そういったことも全部チェックしているような、ツールですね。こういうのを入れておくと、まあ、まず一番最初の、基本テストとしてはすごいいいな。あと、ついでに、まあ、よく言うとあまり必要と思わないテストは、こういうのをよく言うんですが、このクオリティってやつは多分、皆さん忘れていいです。で、まあ、こういうふうに、T の、聞いてるという中にいろいろテストを入れて、テストをかけたら、あとひたすらメインテストをするわけです。で、このメインテストを使えるというのが、シンプルな意味で実は一番重要で、こうやって取り上げた自動化されたテストというのは、もう、人的なミスが起こりうる全てのチェックポイントで、ガンガン、一言、その、シェルタミスティックなんですね。これだけでガンガン実行できるので、とても、なんですかね、その、ミスを減らせる。あとはそれがコミット、SB のコミットのフックとかについてコミット時にテストしたとか、バグ修正やったらそれを発射するとか、性能検証時にもやっぱり性能を、向上のためにいろいろコードを変えたときにそれが何か壊してないかとか、いろいろできるんです。で、まあ、それで自動化しておけば、もう、一旦帰っちゃったテストはほぼコストゼロで、もう取り替えられたんで、ガン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 発射して、で、要所要所でテストしておく。ちなみになんですけど、これは、今朝のセッションで、グーガーと話したんですけど、テストコンティニアスというものがありまして、これ何かというと、そういった CPAN 形式になっているディレクトリの中で、このモジュールを使って、パールのスキルを立ち上げると、T ファイルの変更とか、.pm ファイルの変更を勝手にしてですね、変更された部分を勝手にテストしてくれるという、なんかよくわからないですけど、要は書きながら、ファイル整理した時点で、ま
またその時点ですぐにテストを走らせてくれるという、結構すごいですね。今のところはちょっとどのモジュールが変更になったかとかの、確認が割とシンプルすぎて、ちょっと大きめのフレームアップとかだと辛いかなと思いますけど、でもまあ、スーパーエルとかの、ディストリビューションを作ってるんであれば、これは結構有効かなと思います。で、今度はテストの中身です。テストファイルは、その先ほど言ったドット T っていう単位になりますけど、その中で何とテストケースから追加したわけです。でもこれをもうやり込みにテストケースを出してもしょうがなくて、それだと例えば、数をテストするときに全ての数をテストしたいんじゃないとか、そういうことに注意がちなんですけど、基本的には4つ大体分かっていれば、そのポイントを抽出してうまくテストできるようなイメージです。他にちょっと今適当に二次関数実装したらこうなるよねみたいな勝手に考えてるんですね。細かいことは書いてますけど、要はマイナス100から100の間で整数のみを受け付ける二次関数実装しましょうという、まあ、これもこんな感じになってますよ。結構で例えばこれをテストする場合、マイナス100から100までの、整数を全部テストしても正直意味があって、それはもう本当にただ200個無駄なポイントを取ってるわけなんですけど、正常系っていうのは要はエラーを引き起こさない、もうこれは動くはずだっていう指数ですね。その辺の指数とかは本当に数個ポイントを取っておけばもうそれで十分です。なので、マイナス100から100っていう範囲を取ってありますけど、今回は、とりあえずサンプル4つぐらいやって、それをこう下のテストを書きます。でそれより重要なのは、例えば異常系整数って言っちゃったので、例えば 10.1 だとか文字列だとか、マイナスの小数とかそういったものを入れたら、ダメ。でこれはもう仕様をよく読むんですね。その、書いた通り数分をその、パターンを抽出しているんです。今回は必要でしょう。この正常系と異常系ってのは皆さん大体パッと見つくんですけど、意外と忘れがちなのは限界値ということですね。今回の場合マイナス100っていう、限界値を決めたので、ここをテストしないと結構OKだと思います。例えば100までは OK だけれども、101はダメだ、そういったことですね。ね、まあ、獲得の話なので、マイナス100は OK、マイナス99、99と100は OK。で、逆にマイナス101とプラス101は、選べますよという。もうこれは明示的にその限界の、値のところで区切って、その内側と外側というところをテストする。これは、まあ、先ほどのリファレンスで言ったので、まあ、文字列とかそういう普通のスタラみたいな値入れたら行いますよというのがあったら入れましょう。でパートナーは結構アンデスを入れるとこけることもあるので、そこら辺もチェックするといいです。で、随時の考えですね。で、これで何が重要かというと、要はこの図を見る限り検索しているところって本当にもうポイントポイントでちょっとずつだけなんです。でも、さっきの4つぐらいの値のところを気をつけると、スマートに有効な値について、テストできますよということですね。正常値を最初にテストしましょうかないし、ポイントを押さえて最初にテストしましょうと。で数値、今回は数値の話をしましたけど、まあ、数値がちょっと正直ケースバイケースなので、それは使用用ないといかない。でも考え方は一緒で、限界値とか、正常値とか、その辺のところをちゃんと意識してた方がいいです。はい。まあ、これが、いわゆるテストの本ですけど、で、ブログとかに書くと非常に反応がいいのが、ウェブアプリケーションですね。みんな大好き。ウェブアプリケーションって、ウェブアプリケーションって言うけども、ウェブのコンポーネントで実はそんなに大きくなくて、いろんなことをやっていることが多いので、そうするとやっぱりテストしてもだんだん難しくなります。で、よく聞くのが、コンポーネントサーバーどうされるか聞いていませんって言うんですけど、まあ、そんなのないじゃないですか。テストの 80% って
はあのウェブサーバーを通す必要があって、もうほとんど裏側で済む話だったと思います。で、一概にウェブアプリケーションといっても、ウェブレイヤー、その話すウェブのプロトコルを話すのが通ってないほど一部で、実際にはデータ処理をほとんど我々やってるわけですね。なので、そのウェブコントを密結合するような形にしなければ、十分のその8割とかは手作ります。ということを踏まえると、MVC というのは結構有効な形だと思います。 MVC はもうさすがに皆さん分かんないといけないですね。で、MVC はその MVC という、形が良いのではなくて、そういった考え方で、それぞれ機能、関心事の分離というやつをしているのが基本なんです。で、それが何かというと、まあ、モデルをテストするという形に変えると、テストがやりやすくなります。で、その中でですね、よくあの僕がブログで解説すると反応が良かったりするとなんですけど、モデルテストってどういうことで、データベーステストするのとか、そういった話によくなりがちなんですけど、モデルをデータとは捉えずに、API をテストしていると、捉えるといいかもしれません。まあ、教科書的によく見る、こういうコントローラーとかビューティーのモデルとか、関係性ってこんな感じですけど、要は、まあ、後でカタリストの話をしますけど、カタリストとかの、キーチで、モデルっていうものでみんな同じように扱われてるかもしれないけど、実際にはイメージ的にはこういった感じで MVAC というのを勝手に作りましたけど、捉えると楽です。要はコントローラーが、自分がやることに API を読んで、その裏でデータモデルがいろいろ走ってます。そういう形です。で、抽象的な操作やっていうのをですね、もう完全に批判してやることによって、別にもうコントローラーが Web だろうと、マンダだろうと、要は普通のスイッターだろうと構わないよっていう形にしたようです。で、テスト書くときは、まあ、Web アプリのテストというか、API のテストをするという形で取っていくと、テスト書きやすくなります。で、同様にも、これが Web アプリになったって、なんとかアプリのテストっていうのは、もう API のテストというふうに、書けるようにすれば、UI を書き出すようにすれば、とてもテスト書きやすくなります。テスト的にはイメージのコードというのはこんなイメージで、これだけパッと言っても分からないかもしれないですけど、ウェブから叩くということになると、例えば URL を設定して、そこにゲット、リクエストを送って、で、その、返り口を見てとか、そういうことしかできないんですけども、分離することによって API とかを直接叩けるようになるんですね。この場合、メンバー API を作って、スキーマというか、どこからどうするの、そういうことを先にもうオブジェクトとして単体で動くように作ってですね、でそこに例えばユーザーを作ると、でいろいろテストしてユーザー消して、ユーザー問題に作る人がなかったよっていうのを API に問い合わせることができれば、もうこれは別にこの上に Web の UI がかかろうと、CLI になろうと全然関係なく同じ機能として取り扱うことができます。でしかもこうやって普通のスクリプトに読み込むことができるので、そのまま簡単にできます。まあ、そういうことだと、より純粋なレベルですよ、ウェブアプリ の, そのデータの操作とかを、ウェブ経由で操作しても、その例えば HTTP の制約だとか、そういったレベルの、いろんなノイズが入ってですね、まあ、動いてるかもしれないけど、それ偶然だよとか、そういったことを、だいぶ減らせると思います。で、まあ、こういった感じで、それぞれのレベルでの品質保証ができる。で、まあ、やっぱりちょっとカタリストを買ってもらわないといけないなと思うんですけど、カタリストの場合であれば、例えば、カタリストアプリケーションがあって、これに特定しようしようっていうプロジェクトの中で、モデルになります。まあ、これ、モデルって名前ですけど、実際はアダプターで、API に話す。で、こいつで Find の場合に Search の場合を読んで、で、こいつはまあ、スキーマだ
とか眠気がしいとかそういうものに話して帰ってくるじゃあまあこれで API を分離することによって API が出てきるようになりますで、それで先ほど言ったように、まあ、8割ぐらいはそれできちゃうんですけど、そういうのはやっぱりルールエラーの話さないで課題説の場合は、うん、テストフレームワーク先ほど言ったように、いろんなツールもできていて課題説の場合も、こだわりに漏れずちゃんと課題説用のテストフレームワークができますなのでそれを使って、行いますで、まあ、あとは普通にサーバー投資です、まあ、サーバー投資の際にコンバーサーバーじゃないといけないと言われるんですけど、こういってる間は、正直実装を、見直してみるべきだと、はい、これすごいな、うんまあ、私実際にやる場合とかはこういうふうに、カタリストサーバーっていう環境変数を設定してあげるんですよ、あの勝手にそっちの方を見てくるので例えば今までは自分の、カタリストアプリケーションのデータになったら直接そのアップオブジェクトを作り出してそれにアクセスしているような状態であったとしてもこれを使うと、急にリモートの URL を使ってなっているので例えばライブのライブに既にあるサーバーにそのテストを通すとかそういったこともできます。あとノードパワーの場合モードパワーの場合はアパッチテストというのがあってですね、もうこれは何年も何年もかかって、偉い人たちがテスト用環境とかそういうのを作るのを全部自動化してくれてます。基本的にもう2つ、2つファイルを用意するだけで、もうテスト用にアパッチのインスタンスを作って、勝手に走って、テスト的にやります。まあ、基本的にはこういうファイルを、メイクファイルをこういうふうに入れて、アパッチテスト MM テストを入れてですね。で、あともう一個、ちょっと見慣れないテスト .pl っていうファイルを、TDL に入れてやると、もうこれだけテスト用のアパッチが勝手に走るんです。で、あとはハンドラーとかも見られるっていう、すごい、なんかもう、なんですかね、自分でこれをやろうとしてたら、何週間もかかってできなかったっていう、僕は記憶があるんですけど、これを使ったら本当に一瞬でできちゃうんですよ。教室に行きます。まあ、そういう設定ファイルを全部自動作成してくれるし、ハンドラーとかも自動生成も実は少しだったりしてくれるし、クライアント側のテストも、必要最低限の、エレクトが全部やってます。なんで、まあ、これだけツールが揃っててテストできないから、ね。まあ、テストかっていうのはちょっと。まあ、これだけテストかけかけとかテストかくの簡単だよと言ってながらあれですが、あまりやりすぎてもしょうがない。僕は TDD だとかそういった、理想というのはとても、なんすかね、その偉いなとは思うんですけども、まあ、我々実際これで未知から調べて現実的には締め切りはあるし他の仕事が入ってくるしそんなに完璧にはやってられないので理想の高いと思っていてもどっか、ここまでテストすればいいやとか、そういう年どころは、ちゃんと認識してテストを書くといいと思います。で、ただ、その中でも例えば、リグレーション、この辺とかはもう絶対に書くことがあるんです。リグレーションは要はバグとかあったときに、それ直しましたよっていうのを再、テストする際にですね、そもそもバグが、どうやって起こるのかという手順を再現したテストです。でそれを一旦書いておくことによって、さっきと同じ間違いで二度と起こさないということを保証できるんです。あとは、テストを書く際、トータル、いろんな環境で走るという可能性を理解しておくのがあるんです、というのも、例えば、基本的に Linux 系しか使ってない、会社の中でも、まあ、よくありがちな FreeBSD の中になんか Debian が混ざったりとか、OS が少しずつ違ってるとか、ファイルが少しずつ違ってるとか、そういったことは非常にありがちなんで、いろんな環境で走ることをちゃんと理解して、例えばそういう、ファイルステップだとか、パスクラスだとか、これは Windows の上でも走らせるとか、そういう話ですけど、そういったふうに、一つのアーキテクチャや一つの環境に依存しないテストを書くと、より活用範囲が広がります。
があるんですけど、これをですね、結構うまく活用するといろんな、トリックが使えたりします。Makefile.pl を実行したときに環境を確認して、例えばさっきの、依存しているファイルだとか、そういったものを確認したりとか、他に、任意のモジュールの任意ライブラリとか、そういったものをいろいろチェックしたりするように最適なものです。で、メインファイルスピードを実行するとメインファイルが見つけられるので、そこはもう実際のビルとかをテストとかするときのコードを少し入れるという形です。これをやることによって、さっきのポータルミーティングとかもちょっと通じてきて、この環境ではここにファイル、このファイルがあるよとか、そういった設定をすることができます。先ほどもちょっとやりましたけど、外部の情報が必要なテストが結構ありまして、例えば、そのサーバーの名前を指定するとか、僕が言われたのメディア式サーバーはどこにあるのとか、そういった情報なんですけど、そういった情報はもう管理面積が楽です。もうそのまま読みしちゃって、で、メインテストを発射する。これなんかもそうですけど、例えば、明示的に指定がない限り、このテストを発射させない。サーバーの場所はここですよ、そういったものを全部はメインテストに入れておくと、もうテストの中で、どうせそれ一回発射するぐらいのテストなんで、別にデーモンとかではデテーションがないので、もう普通に管理面積に入れておくと結構です。で、ちなみにこれは、スキップするのには、何のテストがあるよっていう、プランというファンクションがあるんですけど、それをちょっと変えて、コンテスト全部スキップとかいうやり方もあります。だから例えば、コンテストを Windows では実行できません。というのはこういうことです。あとテストポータブルとか、その自動でやるのに、結構忘れがちなのは、テストの掃除ってみんな意外としてないっていうのが多くてですね。もしテストが何も問題なく、動いていれば、普通に、エンドブロックとかではなく、アンニングって書いてれば、そのまま行くんですけど、エンドブロック使おうというわけですね。例えば、テストが途中で、何らかの例外を起こして死んだとか、そういった時にも、必ずエンドブロックが実行されます。なので、何かファイルを作ったりして、それを掃除しなきゃいけないという場合は、エンドブロックに入れておくと、本当にもう、セグメンテーションコードとか、そういった本当に何もできない状態がないときは必ず実行されるので、クリーンアップもここは重宝する場所ですね。でそれと一緒で、さっきのこういうエンドとかに書いたところで、セグメンテーションコードってあったりして、どうにもいかがでないかとかあって、やっぱりどうしてもそのファイルが、きれいな状態じゃないといけないとかいう場合は、そもそもテストの冒頭で掃除してしまうという結果なんです。どっちかでいいんですけど、一応そういった状態もあります。でさっきの Windows だと発射しないところがあるところですね。これはさっきのはテストを全部スキップするという話でしたけど、これは逆に、テストの一部をスキップするやつです。スキップブロックというのがあって、その中のテストだけではないと思います。同じく、未実装部分。この辺とかは実装的にはさっきのスキップと一緒だったり、ほぼ一緒だったりするんですけど、これとほぼ一緒だったりするんですけど、こっちの場合は、ただ明示的にこれ後でやりますっていう、後でやる予定ですっていうマークがつくんです。そうなんですね。で、ちなみに、こっちの場合だと、テストは、この is の部分で、これが誰だったとしても、通るんですが、実際にアウトプットにはフェールってます。なので、そこでいつも確認ができる。同様に、今度はこれが完全にスキップする。先ほどと同じですけど、完全にスキップするです。あとは、ちょっとこれ、本当はもうちょっと、いろいろ答えなかったんですけど、残念ながら少し嫌なんですが、テストのオブジェクトがあってですね、オブジェクトとかをいっぱい使っているシステムで、必ずしもその本物のオブジェクトを作れない状況とか、もしくはオブジェクト同士が話してお互いデータのやり取りをしているとか、そういったことをテストするときにですね、本物のオブジェクトを使っても、カバーできないことが結構あるんです。
ったオブジェクト都市が話す、結構複雑なシステムがある場合ですね、これはぜひ一回見ていただきたいと思います。でまあ、そんないろんなさまざまなツールを使ってですね、テストというのは書けるんですが、まあ、皆さんテスト書きたくないのは分かりますが、僕もそうですし、どんなに、このシーパーに来ているどんなに頭のいい人でも間違いは必ずします。例えばパールのコミットログとかに行ったって、あの辺のすごい頭のいい人だって、もうしょっちゅう、うっす、やっぱりこれやめますとか言ってるんで、もう本当に当たり前にそういうのがあるんですね。でそういうのを見つけには、このテストを書くしかないっていうのが、まあ、必要だと思います。で、そこで、まあ、テストを書けない人はちょっともうそんなにしません。もうそれはちょっと工夫するだけです。逆に言うと、まあ、テストを書けないというのは結構信用できないことを書いているということは多々あるので、その場合は、ちょっと一瞬立ち止まって、ね、自分のコードを見直してみるのはどうか。で、まあ、問題があったらすぐテスト書いてください。で、テストテストって言ってますけど、問題があったらすぐテスト書くというの場合は、問題を再現するコードを書くということ。問題を再現するコードが、3行でも4行でもほんのちょっとでもそれがあれば、その状態を確認できる形でテストにして TDL に突っ込んでおけばそれでおしまいです。でそれが、通りになった時にバグが治ったって言えて、で次回万が一同じような箇所をいじった時に、その同じことをまた、させてるとかいうことを起こらないように必ずテストにします。テスト書いた方がいいです。まあ、設計見なした方がいいですよと、ね、テストを充実させて、まあ、デバッグばっかりじゃなくてぜひ開発をガンガン進めるようにしてください。以上です。
じゃあ、いらっしゃい。